2016年7月にですね、神奈川の、障害者施設津久井やまゆり園というところでね、大変な事件がありました。でその時ね、僕らは何と言っていいのか分からない、言葉を失ってしまったんですけど、まあ、そんな時にね、さっきから何も言ってますが、サムサンがモテるっていうバンドがね、ワンダフル世界という曲を発表しました。こんな時だからこそ前向きなメッセージで明るく生きる喜びを歌ってくれる、そういう趣旨の歌ですね。で最後サムサンカクテルのカバーで締めたいと思います。ワンダフル世界。